どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はご視聴者様にご応募いただいた美しいと思う編成をですね紹介していきたいんですけども、まずはですねツイッターネーム楓さんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。一応ですねスクショを貼り付けてくれてたっていう感じなんですけども、文字に起こすとですねこういった編成になってますね。はい、この編成、まあそのよく見かける編成ではあるんですけども、こちらに応募してくれた理由といたしましては、やはり星四武将の主春を使ってるのに強いという特異性ですね、こちらに注目しながらご応募いただいたんだと思います。で、編成強度という観点なんですけど、星四を使ってる編成の中ではもしかしたら一番強いんじゃないかなって思いますけどもね。シーズン7でもこの編成見かけましたけど、普通に強かったですからね。でですね、その主春の固有戦法っていうのが本当に安定してダメージが出せるっていうのとですね、あとその後勤軍にはですね、2割増しというダメージでね、聴覚のメタになったりするっていう点でもですね、非常に注目される編成になってるんじゃないかと思います。あと戦法の無駄感を見ていきたいんですけども、これはですねやはり基本的にはですね素地の固有戦法を活かすような形の継承戦法ですね、炎症とあと種々には覚えさせてるっていうことになりますよね。無頭皮群だとか、あと国敵聖章なんかもですね質制御状態だとか、あとその何て言う持続性状態って言ったらいいんでしょうか、あのダメージを継続して与えるような効果ですね。あとまあその種々の固有戦法もそうですけども、そういったのがふんだんに盛り込まれてますし、 SP 炎症ですねの固有戦法もですね、その封印状態だったかな、を付与できるので、異防必死で、その虚弱化で、防制攻略で強行みたいな感じでですね、制御機能性状態がてんこ盛りの編成にこの素地を合わすことによってですね、まあこれが延長できた時にですね、非常にその相手からしたらですね、いやらしいような効果をですね、発動できるということになりますね。で、一応編成としては万能型になるかなと思うんですけども、にしてはですね、その耐久力アップとか、あと回復戦法っていうのが若干寂しいところはあると思うんですよね。八門金さんの陣と、あとはその滑骨両毒だけっていうことになりますので、思うようにこう制御を付与できなかったとしたらですね、割とちょっときついことにはなってしまうかなとは思うんですけどもね。まあ、ただまあその速攻型とかに弱そうに見えるんですけどね、意気消点に弱いような速攻型、つまりですね、その封印耐性がなかったりするとですね、一旦耐えてくれたら SP 炎症のその固有戦法でも封印が付与できたりっていうことがありますので、穴もね非常に少ない編成になってるんじゃないかなと思いますね。下手にこう星5武将でですね、テンプレを組むぐらいだったらですね、こちらの編成を選択した方が強いと、断言できるぐらいですね、いい編成になってるんじゃないかなと思います。で、ロマン性といたしましてはね、まあ群雄で統一できてるっていうのもありますし、あとその炎症とですね、シュシュンですね、この辺はもうその黄金の乱の時からの、まあ言ったら古参って言ったらいいんですかね、三国志のその話が始まった時からですね、割と活躍してた人たちと、で素地に関しては後から、参入したっていう感じになってるんかな。なんでまあ全く関係がないっちゃないっていうところではあるんですけども、やっぱこの炎症配下となんか炎症となんか共に戦ってきたものみたいな感じで組まれてる感じがして、僕はなんかこういう組み合わせで組んでる編成っていうのは個人的には好きかなというところはありますので、ロマン性という意味でもまあその星四武将を使ってるっていうのにプラスアルファですね、そういった見方もできるということなんでね、非常にいい編成になってるんじゃないかなとは思います。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネーム闇の猫さんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。こちらの編成に関してはあまり見かけることはないかなと思いますね。僕自身はですね対戦したことがないような編成になってるんですけども、聴覚を主将として満潮と帝府を副将にしたですね三星人の編成ということになってますね。で、おそらく盾で、組むということになると思うんですけども、その帝府の兵士適性が盾 A ということになってますので、これは S に上げたいところかなと思いますね。で、三星人で聴覚の固有戦法の発動率を上げつつですね、あとその満潮っていうのがですね、援護を帝府に付与するということで、そしたら帝府の固有戦法でですね、カウンターで強行を付与してですね、弱体解除みたいなことができますので、総戦尺戦を安定して打つ、まあ、状況を作りやすいというところがありますよね。
で、その満潮とですね、花崗豚とかですね、そういった組み方ですね、満潮と長春花の魅惑付きみたいな感じでですね、そのカウンター気味にですね、副将に頑張ってもらうみたいな編成は結構見るんですけども、その定風と組ますというのはですね、割と新鮮ですし、まあその非常に理にかなってるなという気がするんでね、結構強そうだなと思いましたね。で、覚えさせてる戦法に関しても特に違和感があるところはないかなといったところですね。まあその聴覚の太平同歩と活目相対はもう鉄板ですよね。で、首相にですね、回避を高められる効果がですね、得られるので、その部隊の強度っていうのも非常に上がってるんじゃないかと思います。で、イブ軍民と総戦釈迦も合わせて覚えてますので、まあ耐久型になるというのはまあ至極当然なのかなという気はしますね。で、満潮の背中台のところですね、こちらは僕はまあバランスが取れていいんじゃないかなとは思いますけどね。回復とあとそのダメージっていうところがありますので、まあその総戦弱戦があるので滑骨までいるかどうかっていうところですよね。まあその、SP 周遊を使ったですね、射食弓とかだったらですね、両方合わせて使ったりっていうところはあるんですけども、ここら辺はですね、まあその戦ってみてちょっと回復量足らんかなとか言ったら、まあ変えるみたいな感じでね、いいんじゃないかなとは思いますし、火力があまりにも出ないということだったら、もう一層もう配置台じゃなくてですね、火力だけに重きを置いた軽略ダメージ系の戦法に切り替えるみたいなのもありかなとは思いますね。で、ロマン性といたしましては、そうですね、ちょっとあまり絡みのなさそうな3人ということで、まあその三星人自体がですね、まあその核三星とか緑三星もそうですけども、そういったこの武将たちの絡みみたいなところに期待できるような戦法ではないんでね、どうしてもこのロマン性が下がってしまうっていうところはですね、しょうがないんじゃないかなと思います。っていうかですね、僕そのシーズン2の段階で、三星人が登場するよっていうのが分かった時にですね、なんかこう編成のまとまりっていうのがなくなってしまうんじゃないか、なんでもありみたいになってしまうんじゃないかみたいなね、懸念をですね、動画でお伝えしたこともあるぐらいなんでね、まあこの点は仕方がないかなとは思うんですけども、強度もですね、結構、引き分け多いけど聴覚と満潮が働いたら軽く出ますみたいなこともね、書いてくださってます。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネーム、戦うおりんさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。これまた変わった編成だなといった感じですね。おりん弓と名付けられてるらしいんですけども、各シーズンで戦法を変えながら満足してますということを書いてくださってます。で、正直な話言いますと、僕は今表記してる、継承戦法でなくても強いんではないかというふうに思ってるわけなんですね。で、その注目したい点といたしましては、なんかこういろいろ継承戦法戦法をいじってもですね、強い、つまりですね、なんか継承戦法をですね、たくさん持ってないみたいな状況でもですね、なんとなく組めるのかなという点においてですね、なんかこうちょっと面白い編成だなと思いましたね。リクソンにヘイム情勢と風女化成で、朝鮮に三星人と意気昇天で、テイクに白尾と滑骨領毒ということになってるんですけども、まあ例えばなんですけども、この風女化成のところを憲法破産に変えてもいいし、ヘイム情勢のところを太平同歩に変えてもいいじゃないですか。で、朝鮮にこれ三星人、これはですね、まあ、必要かなとは思うんですけども、その意気昇天のところはですね、他の戦法に変えてもいいような気がしますね。兵士戦法とかでもいいんじゃないかと思います。で、テイクに白尾と滑骨領毒なんですけども、この白尾のところね、太平同胞とかに変えてもいいでしょうしっていうところでですね、本当に幅が広くて、で、どういった組み合わせでも、あ、結構強そうだなって思える編成なんでね、なんかこういうのを考えてなんかこう運用してる方を見るとですね、なんか新鮮って本当になんかこうどうとでもなるんだろうなっていうことを思わされますよね。本当になんか最初見た時はですね、この編成いいのかなってちょっと思ったんですけども、考えれば考えるほどですね、なんかこう応用力の高いような組み合わせ方かなと思いましたね。で、最近注目されてる三星人の効果といたしまして、そのもともと首相のですね、こういう戦法の発動率を上げるっていうのもそうなんですけども、副将のですね、被ダメージが、少ない方ですね、の火力を上げるっていうですね、効果もありますよね。それが結構 25% という高い数字になってるので、これを活かしてですね、三星人は使うけども、その首相にこういう戦法、アクティブ戦法じゃないみたいな武将を置くみたいなパターンもですね、結構増えていると。僕もそういった編成よく見かけるなっていうところなんですけども、この編成においてはですね、リクソンのこういう戦法の発動率が上がるのもありがたいですし、あとテイクですね、こちらの武将ですねのですね、火力がもし上がるようなことがあったらですね、非常にまあ高い火力が出る武将でありますからね、その非常にこう火力が高い武将を2枚使ってて、それを三星人で両方活かせるっていう点でもですね、なんかこう綺麗に収まってんなっていう気はしましたけどね。
まあ、難点といたしましては、ちょっと耐久力に不安があるかなといったところなんですけども、これはまあその挑戦がいかに頑張ってくれるかっていうところによるかなと思うんですけどもね。やっぱりその制御しっかり付与できたとしたらですね、その耐久力が低くても問題ないということにはなるかなと思うんで、ツボにはまったら強い編成になってるんじゃないかと思いました。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネームヨウさんにご応募いただいた編成になってます。ありがとうございます。この編成はですね、非常に有名な、武法人を使ったテンプル編成ではあるんですけども、僕ね、武法人を使った編成の中では一番美しいんじゃないかなって正直思ってた部分はあるんですよね。なんでよくぞご応募してくださったという感じなんですけどもね、ありがとうございます。挑戦を主将として、聴覚と角を副将にする編成ですね。で、挑戦に独行不動と魅惑で、聴覚にですね、太平同歩と新三希望でですね、肩にですね、武法人と滑骨両毒という感じですね。で、武法人を覚えさせてますので、この編成の場合は聴覚がメインアタッカーということになるわけなんですけども、その非常に火力が出る聴覚にですね、その武法人のバフも追加されるとですね、火力が出るということになりますし、その武法人の火力の上がり方っていうのがですね、後半ターンにかけてじわじわと上がっていくっていうところがありますので、新三希望との親和性っていうのもですね、非常に高いんじゃないかなと思うんですよね。でですね、結構その推奨といたしましては、活目相対をですね、上げてるような情報が多いかなと思うんですけど、僕この編成はね、新三希望の方が良さそうな気がせんでもないんですよね。なんでそのあたりでもですね、僕と考え方がすごく似てるなっていう気はしますね。で、挑戦にですね、独行不当と魅惑を覚えさせてるわけなんですけども、制御巻き係って言うたらいいですかね。挑戦の固有とですね、あと魅惑ですね。で、魅惑を放つためにですね、独行不当で挑発ということになってるわけなんですけども、その分ダメージをですね、やはり受けやすいというところになってますので、滑骨両毒でですね、挑戦をピンポイントで回復させることができるということですね。でですね、武法人でですね、先方ダメージっていうのが抑えられますので、その独行不当でですね、挑発状態にしてで、通常攻撃を受けるイコール突撃戦法を受ける機会も増えるということなんですけども、そのダメージっていうのをカットできるというのも大きいかなと思いますね。で、さらに周華平月でですね、そのダメージ分担という効果もですね、発生するわけで、そうなってきたらですね、挑戦にダメージが集中した分ですね、相手にもダメージが叩き出せるということになってますので、本当にこう隙のない仕上がりにですね、なってるんじゃないかと思うんですよね。ただまあこう残念なことにですね、なかなかこう見かける機会はない舞台ではあるかなと思うんですよね。戦法も結構高級ですしね。やっぱり太平同歩、滑骨両毒、この辺の戦法って本当に高級なので、なかなかこう他のテンプル編成に使いたいという気持ちは非常にわかるんですけども、この編成もですね、ツボにはまったらめちゃめちゃ強いんじゃないかと個人的には思っております。で、編成強度とか、あと戦法の無駄感というところではパーフェクトなんですけども、その横のつながりっていうところだと、まあちょっとその群雄であるっていうところだけですかね。何かこう歴史的にこの3人の人物っていうのの関わりがあったとはちょっと思えないですし、その挑戦に関してはですね、もう架空の人物と言われてるぐらいなんでね、ここら辺のロマン性はまあちょっと物足りない気はするんですけども、それでもですね、その戦法の組み合わせっていう観点から見るとですね、トップクラスに美しい編成になってるんじゃないかと思います。ご応募ありがとうございました。次は53サバ現在千本桜さんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。冠中盾と名付けてくれてますね。脅威を主将として、義援と劉備は副将という編成ですね。なんかもうこの3人っていうだけでですね、ロマンを感じざるを得ないところはあるんですけどもね、まあ、劉備と脅威って多分絡みなかったかなとは思うんですけども、その劉備は非常に義援を信用してましたよね。で、一応その非常に要となる城のですね、冠中の大守にしたりっていうところがあるんですけども、でですね、ただこの義援って諸葛亮とは反りが合わなかったですよね。で、その諸葛亮の一番弟子みたいな位置づけでですね、まあその脅威が存在するという感じになってるんで、なんかこう複雑な人間模様っていうのがですね、垣間見えるようなですね、非常にロマンのあるような編成になってるんじゃないかと個人的には思いましたね。で、脅威にですね、混迷乱状と排除台もしくは貸し原料となってるんですけど、そうですね、まあ戦ってみてちょっと回復足らんかなっていう場合は配中大かなとは思うんですけども、まあ僕はどちらかというとですね、貸し原料の方が脅威には合ってるんじゃないかと思いますけどもね。その武力も知力も高い武将ですからね。で、盾が A なので S にする必要が宝物でですね、あるということですね。で、義援が破人再建と水路断絶ということになってるんですけど、ここはね、僕はその破人再建のところは異謀必至とかの方が
いいんじゃないかなと思ったんですよね。で一応その義援の固有戦法というのはですね、継承戦法のアクティブ戦法の準備ターンというのをなくすというですね、非常に厄介な効果なわけなんですけども、なんでこの破人再建も水路断絶もですね、義援とは非常に相性のいい戦法であることには変わりはないんですけども、その劉備の固有戦法で相手を虚弱状態にできるんですよね。でその異謀必至っていうのはですね、相手が虚弱状態だった場合にダメージが出るみたいな感じになってますので、その非常に親和性は高いんじゃないかと個人的には思うんですよ。なんで桃園盾とかでもですね、関羽に異謀必至を覚えさせてるっていうことになってると思うんですけども、なんでもしかしたらここはね、異謀必至でいいんじゃないかなと個人的には思いました。で劉備に残匹砲かと勧進絵か八門金鎖という感じなんですけど、これも迷うところですよね。両方いいんですけど、やっぱ八門金鎖があると脅威に先行させられるので、その脅威のですね、混迷乱情とか、あと固有のデバフですね、こういったのを先にかけられるっていうところがありますので、それやったらまあその八門金鎖の方がいいかなとは思いましたね。でそうなるとですね、その序盤の応急効果っていうのが得られなくなってくるので、まあその脅威の可視減量のところを配中ダイヤでもいいのかなという気はしますけどもね。なんか本当に非常に悩ましいんですけども、もう強いんは確定的じゃないですかね。これ3人ともその単体で見て非常に強い武将で、それをですね固めてるっていうだけでですね、強いんは間違いないんじゃないかと思います。ちょっとコストは高そうですけどもね。ご応募ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、楽しい編成を紹介させていただきました。本当にたくさんの方にね、ご応募いただいてて、その編成を見るのは非常に楽しいなと思います。でですね、このシリーズの動画を作るときっていつもこの一つ一つの編成でそんな喋ることあるんかなって思いながら作ってるんですけども、いざ蓋を開けてみたらですね、なんか一つの編成でずっとなんか喋れると言いますかね。やっぱりここら辺もその新鮮の面白さであったりだとか、あとその編成を考えた人のですね、意図っていうのをですね、汲み取る面白さって言ったらいいんですかね。あとその代替戦法を考える楽しさだとか、自分だったらこうやって組むなとかいうことも考えてたら、結構そのネタとして成立するんだなってすごく思いましたね。でですね、その対戦とかしてなんてことないなって思ったような対戦相手の編成でもですね、なんかしっかり考えることによってですね、自分の編成の構築のヒントになるようなこともですね、結構多いのかなと思いました。なんでこうご視聴いただいてる方もですね、よかったらこのシリーズを続けてみていただいてですね、またその自分なりの解釈なんかを作ってみたりだとか、あとその実践でのその考え方とかいうところにですね、活かしていただけたら幸いだと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。